始まりました。たくあん TV トレンドアワード2023。皆さんこんばんは。たくあん TV 総合プロデューサーのたくあんボーイです。先日たくあん TV において今年一番印象に残ったセリフに視聴者の皆様に投票していただきました。そこでついに1位から5位が決定しましたので発表させていただきます。もう帰っていい？これからですよ。もうちょっと待っててください。なるぽよ。相変わらずですね。えいやくしなさいよポンコツ司会者が。クビにしますよ。では早速発表していきたいと思います。それでは早速第5位は西川くんによるギャル強です。あ、俺？それではまず様々のギャル強をご覧ください。どうぞ。チーズ。遅延症ですか？20分のちょうだい。どうぞ。あざこよ。緊張する。赤点はないはずだ。じゃあ点数を言うので自分のだと思ったら取りに来てください。なんだよそのシステム。はい、12点。はい、自信満々に行くなよ。87点。俺かな？お前じゃない。これ恥ずかしすぎんだろ。はい、100点。私のでしょ。そうだけど遅刻が多いから0点だ。だる。ギャル強。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。はい、どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。船を走れ。うおー、石川俺にくれ。はい、ナイスパス。五十嵐のやつ体育だけは真面目だな。当たりや。照れんなって。うるせえ。終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。おい、待って待って待って、どうしたらいいの？はい、ギャル強。チーズ。遅延症ですか？40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。南先生、今なら熱ありそうです。今ならって何よ。熱なかったら授業行きなさいよ。上がれ上がれ。南先生、僕も今ならありそうです。あんたたち元気でしょ。授業サボりたいだけでしょ。おお。見せてみなさい。はい、はい、二人とも授業行きなさい。はーい。南先生、高熱でした。あら、たくぽよちゃん大変。しばらく寝てていいよ。あざぽよー。ギャル強。連発してましたね。このセリフはどこから生まれたんですか？たくぽよちゃんに決まってるじゃないですか。あの子がヤバすぎるからつい言っちゃうんですよ。あざぽよー。褒めてないよ。それでは改めて西川くん、ギャル強をお願いします。ここで？いや、僕単体で言うやつじゃないんですよ。恥ずかしいな。ギャル強。はい、それでは次に行きましょう。切り替え早いな。もうちょっと触れてくださいよ。続いて第4位は橋爪さんによるチョーンです。チョーン。おめでとうございます。1位の間違いじゃないかい？あ、4位ですよ。納得いかないわね。それでは様々なチョーンをご覧ください。どうぞ。待って、切符なくしちゃったかも。なにちんたらしてるのよ。どきなさい。あ、すいません。しめしめ。すいません、キンさん。はい、どうされました？どこかで切符なくしちゃったみたいで。どこか心当たりはありますか？嘘ついてるわよ。え、どういうことですか？本当は切符なんて最初から買ってないのよ。色目を使って不正乗車を企んでるのよ。そんな。お客様、本当ですか？そんなことしないですよ。すぐペースを書けばいいと思ってるのよ。あざと呼んだね。いやらしい。橋爪さんも根拠はあるんですか？ガキが一丁前にメイクなんてして20年もしたらね、誰にも相手にされなくなるわよ。ひどいです。お姉さん。え、ジュース買うとこに切符落としてたよ。これありがとう。ってことは橋爪さん、どういうことですか？チューン。ママー。ドキ。どこへ行っちゃったの？邪魔なのよ。ママー。どうしたチビ？迷子になっちゃったの。母ちゃんと来たのか？うん。探してやりてえけど、これからバイトだからな。しゃあないか。よし、チビ、一緒に探すぞ。誘拐犯がいるわよ。あ、何事ですか？このチンピラが子供を泣かして誘拐しようとしてるわよ。いや、迷子だから一緒に。言い訳はゴミよ。子供から離れなさい。何なんだよ。お姉ちゃん行かないで。え、大人はみんな怖い人ばっかだ。でもお姉ちゃんの声は助けてくれたんだ。チビ、そのおばさんは嘘つきだ。子供が言うことに嘘はありませんね。ソウスケ、ママよかった。皆さんご迷惑おかけいたしました。じゃあ俺はバイトあるんで。お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。じゃあな。じゃあ私も心で。足爪さん、あなたはそろそろレッドカードですよ。これで電車賃が浮いたわ。すいません、駅員さん、どうされました？さっき買ったフリー切符をなくしちゃったんですが。どのあたりで落としたか覚えてますか？券売機のあたりだと思うんですけど。何時ぐらいですかね？30分ぐらい前です。では防犯カメラで確認してみますね。お願いします。
よく見る顔だな。不正の常習犯だこいつ。全駅に共有します。先ほど、ちょっとお客様、切符見せてください。いやいや、今急いでるのよ。この写真に見覚えないですか？これは、不正乗車ですよ。声が出てますね。それでは改めて橋爪さん、聴音をお願いします。そう言われると言いたくないわね。じゃあ鉄道警察呼んじゃいますよ。チューン。ありがとうございます。続いては3位の発表です。第3位はタクポヨちゃんによるチースです。チース。おめぽよ、今年もたくさんの出演ありがとうございます。なんか賞金とかないの？ではこちらレモンサワー1年分をどうぞ。あざぽよ。いや未成年はダメだろ。お母さんにあげるから大丈夫。もう飲もうとしてんじゃねえか。僕は見なかったことにしますので、様々なチースをご覧ください。どうぞ。チース。遅延症ですか？30分のちょうだい。はい、どうぞ。あざぽよ。おはぽよ。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。船を走れ。うおー、意識は俺にくれ。はい、ナイスパス。イガラシのやつ体育だけは真面目だな。あ、だりーや。照れんなって。うるせえ、終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。はい。待って待って待って、どうしたらいいの？はい、やるっすよ。チーズ。今日は朝早いね。生き物係だから餌やりでね。ご苦労様。イバイバー。よし、カモの餌やり完了。そういえば今日から新しい動物が来たらしいな。確かタクポヨちゃんが担当だったよな。見に行こうぜ。よく噛んで食べろよ。タクポヨちゃん、新しい動物ってトラポヨだよ。かわちいでしょ。怖すぎ。どこから連れてきたんだよ。なんかうちの前にいたから連れてきた。どんなとこ住んでんだよ。トリマカモと一緒の小屋でいい？ダメに決まってんだろ。チーズ。遅延症ですか？20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。緊張する。赤点はないはずだ。じゃあ点数を言うので、自分のだと思ったら取りに来てください。なんだよそのシステム。はい、12点。はい、自信満々に行くなよ。87点。俺かな。お前じゃない。これ恥ずかしすぎんだろ。はい、100点。私のでしょ。そうだけど遅刻が多いから0点だ。だる。ギャルっすよ。ということで、タクボちゃん、改めてチースをお願いします。チース。ナイスチースです。全国のギャルたちも喜んでくれてますよね。それでは次に行きましょう。第2位は、エチンさんによるおいごらてめえです。あ、ありがとうございます。視聴者の皆様から大人気のセリフとなっていますが、お気持ちは？本当は言いたくないんですが、迷惑のお客様が多いので。誰のことよ。誰でしょうね。それでは、多くの動画に使われていましたおいごらてめえをどうぞ。本当鬱陶しい人よね。さっきからうるさいな。静かにできないのかな。そうそう、それと町内会の田中さん、いい年して男ができたらしいわよ。胸を注意してこいよ。なんで俺が。みんなのために言ってくれよ。わかったよ。いやらしいわね。何よ。みんな迷惑してるので電話やめてもらってもいいですか。あんたに言われる筋合いないわよ。でも正義のヒーロー気取り会、くだらない。あ、もしもし。おいごらてめえ。気遣いって言葉知ってるか。何よ偉そうに。みんな同じようにお金を払って電車に乗っています。お客様だけの空間ではありません。はいはい。みんなが心地よく過ごせるように考えてみてください。わかったわよ。チューン。橋爪さん、どうされましたか？地下鉄が遅れたせいでこれに乗れなかったんだけど。ちょっと確認しますね。これよ。あー、この切符は特別企画乗車券なのでダメですね。何よそれ。普通の切符より安い代わりに条件が厳しいんです。でも私のせいじゃないじゃない。地下鉄が遅れてたのよ。でも JR とは別会社なので。じゃあお金返しなさいよ。いや、それも。あんた、いい加減にしなさいよ。おいおらてめえ。半額シール貼られた惣菜は次の日悪くなっちゃいますよね。え？それが何よ。安いものには安いなりのリスクがあります。そのリスクに納得して買っていただいてるんですよね。まあそうね。じゃあ今日のことも仕方ないですよね。んー、ちょー。そうだったのか。それであっちの方は。それじゃ全然ダメなのよ。じゃあ誰もいなかったのか。おじさん。え？車内で電話はやめてください。うるせえなチビ、黙ってろ。で、どうなったんだ。おいご
らてめえ。え？ずっと気持ち悪い会話を聞かされてる気持ちがわからねえか。何が気持ち悪いんだ。半分の会話しか聞こえない気持ち悪さだよ。知らねえよ。そして公共の場ではあなたの声はより大きく聞こえるんです。たく。みんなのために注意してくれてありがとう。にひ。切れてましたね。それでは改めておいごらてめえをお願いします。おいごらてめえ。チュー。橋爪さんまでワンセットでありがとうございます。それでは続いて第1位の発表です。皆様から一番票を集めた第1位は宗介くんのニヒです。やったー。宗介くんの笑顔の数だけニヒがあります。宗介くん1位になったお気持ちは？ニヒ出たー。乗車の皆様も大盛り上がり間違いないですね。1位の宗介くんには全国の鉄道乗り放題チケットをプレゼントします。やったー。それでは栄えある第1位のニヒの名場面をご覧ください。どうぞ。どうして僕にはサンタが来ないの？ソウスケ、ごめんね。僕が悪い子だから。サンタさんも忙しいんだよ。ママの嘘つき。サンタなんて本当はいないんだ。ソウスケ、どうしたの？僕にはサンタが来てくれなかったの。あれ、お母さんは？ママも嘘つきだから嫌いだ。そういえば昨日。ちょっと待ってて。昨日の女性の忘れ物って見つかってますか？あー、まだ見つかっとらんな。急いで捜索できませんか？今日必要な大切なものだったんです。なるほどな。みんな、昨日の忘れ物リスト、社内清掃員への連携を頼む。ありがとうございます。ここで何が来るの？もうすぐ来るよ。宗介、ママ、メリークリスマス。うわー、ありがとう。やっぱりサンタさんはいたんだね。だね。メリークリー。よし。にひ。ママ、313系の電車だよ。かっこいいね。大きくなったら運転したいな。宗介ならできるよ。うん。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。あ、うるさかったですよね。すいません。席を開けろ。え？仕事をして帰ってきた俺が立ってて、一日中ガキと遊んでるお前が座ってんのはおかしいだろ。あ、すいません。まったく、こんだから若い母親は。おいごらてめえ。へえ。ちょっとソウスケ、ママは遊んでなんかいないよ。生意気なガキだな。ママはいつも手がボロボロになっても、靴下に穴が開いてても頑張ってるんだ。それは当たり前のことなのよ。当たり前じゃないよ。おじさんはできるの？それは一番疲れてるのはママだ。ママに席を返してよ。わかったよ、クソが。ソウスケ、にひ。駅員さん、どうされました？遅延証ください。どうぞ。ありがとう。次は1年生のリレー対決です。宗介くんは？まだ来てないみたい。宗介くんがいないと負けちゃうわよ。でも仕方ないから他のみんなで頑張ろう。はい。位置についてよーい、ドン。あーわー、みんな頑張れー。はっはっ、きゃー。姉ちゃん。お母様。姉ちゃん、もういいよ、よく頑張ったね。バスに任せろー。え、宗介くん。あー、僕は望み号だ。すごい速さ。いけー、一番。やったー、わーい。勝っちゃった。ソウスケくん大好き。ということで、たくあん TV トレンドアワード2023、優勝はソウスケくんのニヒでした。皆様、1年間ご視聴いただきましてありがとうございます。皆様のコメントやいいねが励みになっております。ぜひ来年も引き続きたくあん TV をよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年を。待つのよ。え、俺は何位だったのよ。あ、横山さんのクソガーは今年は県外ですね。すげえ。